皆さんこんにちは。今回はこの会話の早送りをスキップに変更できるようになったということで、これでね、いろいろ楽になったことがいっぱいあるんで、まあ、リセマラとかアシストコールとかなんですけど、これ左上メニューで下のキャラクエスト、アシストキャラって押して、まあキャラ選んで、で、これ出てくるじゃないですか。この右の交流っていうボタンを押して OK って押すと、あの選択肢が表示されて、あのアシストキャラと交流っていうのができるんですよね。で、これやるとなんかアシストキャラの熟練度スキル習得とか、あの経験値上がったり、あの有効度経験値上がったり、で、アイテムを収集するっていうのをやると、まあ、極意の張り瓶とか、あのモッド取り外し機とかがたまにもらえたりするんで、このねアシスト交流はあのログインボーナス、あ違う、ログイン、デイリーミッションか、デイリーミッションになってるんで、でこれがね早くなったっていうのがすごくいいんですよね。でこれ1日3回もさ、毎回今まで早送りしないといけなかったんですよ、あの会話がね。でこれアイテム収集するって選ぶじゃないですか。でこれスキップ OK ってやる、これもうさすぐさこれ吹っ飛ばしてもうあの終了にできるんで、これすっごい楽で、まあなんか1月18日になんかデイリーミッションとかウィークリーミッションが変わるらしいんですけど、なんかでもそれでも、まあ、アシストキャラ交流っていうのが変わんないんですよね。ここまでここ変わってないんで、この会話全スキップっていう機能が出たことですごく楽になったんですが、まあ、その代わりこのねキャラクエストクリアするっていうのが迷宮区とか、またはカオス凍滅戦をクリアする、あこれ何、迷宮区ダンジョンって、迷宮区ダンジョンなのか迷宮区ダンジョンなのか分かんない、ダンジョンも含まれるのかな、普通の迷宮区、うん、この書き方分かんないな、迷宮区かカオス凍滅戦っぽく見えるんですけど、まあ、正直このキャラクエストクリアするのままでいいんじゃないかっていう人もいたけど、俺はこの迷宮区かダンジョンかカオス凍滅戦かキャラクエストどれか一つでもクリアすれば、まあ、達成になるっていうのがいいんじゃないかなって俺は個人的に思いますね。まあ、でもなんかあのウィークリーミッションね、報酬があの修練の書1個だったのがなんか3つに増えたり、あの賞瓶が3個だったのが賞瓶がね5個に増えたり、フルーツウォーターがもらえるようになったり、まあ、蘇生結晶が5個もらえるようになったり、で聖樹足りてない人もねこれでね5個も、ね、一気にねもらえてしまうんで、一気にね変わっていくんじゃないかって思いますね。あのジェム以外はアルカナジェムは変わってないんですけど、あと何よりですね、この会話全スキップ機能であのリセマラが本当に早くなったんですよね。リセマラするとやっぱりその会話がところどころ生じてその早送りしないといけなかったんですけど、まあ、この機能でねすごいね早くなったんですよ、リセマラが。まあ、一回俺その自分の端末のねアプリ消して、でまた入れ直してあのやってみたんですよ、このあの初めからね、あの本当に会話あのストーリーでもスキップできるのかなと思ってやってみたら、まあ、この通りできるようになってて、でまあ、なんかいつだったかあのタイトル画面の設定でその画質変更とかしたかったんですけど、なんか、まあ、最初できなくて、できないようになっちゃって、 BGM とか音量の調節しかできないんですよね、タイトル画面で、なんか知んないけど、まあ、それであれ前からできたっけ忘れたけど、まあ、とにかくできないんでちょっと今画質荒いんですけど、まあ、見ての通りねかなりあのリセマラが速くなって、で序盤のあの茅場明彦が出てくるところってすっごく長いんですよね。それが全部完全スキップできるようになったっていうので本当にやりやすくなりました、リセマラが。まあ、最初のねこのあのクラインとか出てくるあたりですね、ここねあのボアとかが出てくるんですけど、まあ、ここら辺は、まあ、初期装備キリトで一撃なんで、でここねスイッチのあの説明のあのヘルプの文章がね、あ文っていうか8ページにもわたってあの長ったらしくなったんですけど、まあ、今はねその2段階スイッチとか最初からできるようになったりとか、まあいろいろあって、まあ、8ページになっちゃったんですけど、まああの連続で押していけばそんな時間かかんない。
まあ、あとはなんかそのクイックチェンジしてみようみたいなところあるんですけど、クイックチェンジしないで初期装備キリトぶっ放しすと、あの小春がちょっと攻撃なんなにとどめ刺してくれて終わるみたいな感じなんで、クイックチェンジしなくても進むっていうのがあって、あここね容姿変更しますかってなんかもう一回出てくるんですよね、なんか手鏡出すみたいな、あのアニメとか何原作で出てきた演出とかでさあったじゃないですか。まあそれ別にあの OK にする必要ないんですけど、まあ、ここですね、ここもうこもう全部なんですけど本当に早くて、で確かここまで来るとあのメニューがようやく開けるようになって、あのオーダーが引けるようになるから、ここでようやくあなんかこうちょっと読み込みがなぜか長いんですけど、まあ完全スキップの実装したてだからかな、なんか長いのかな、まあ、とにかくこれであのリセマラができると、あのリセマラっていうか、まあ、オーダー引いてリセットするかどうかの判断がここでできると、やたら長いなこれでもなんかやっぱストーリー全部見るよりね随分早いので、でまあここで開いてメニューで、まあ、無料オーダーいきなりあの引けてしまうので、まあ、無料オーダー引いて、まあ、特にいいものは出なかったんですけど、まあ、これであの一括受け取りってすると、まあ、ここでもうこの時点でね実績の達成報酬でジェムがほんの少しもらえてしまうんですけど、まあ、ここで一応ねそのパネルにミッションも見たんですけど、まあ、ちょっとまだあのオーダーが引けるような時点ではないですね、40ジェムなんで。でまあ、とりあえずこれちょっとねあのどれくらいそのストーリーを進めたらあの250ジェム初めて手に入るのかなみたいな思ったんですよ。あの別にそのアカウント連携しなくてもあのストーリーをねすっ飛ばせるんで結構早いんじゃないかなと思って、まあ、ここでちょっと画質を変更しました。でとりあえずねこのちょっとつの牙を集めようってあるんで、まあ、ここ行って、まあ、初期装備切りとねあのモブ集めして全体攻撃で一気に、まあ、狩ろうかなって感じですけど、いやもうここら辺さほんと懐かしいですよね、あのずっとあのやってた人はあの今までさその IF 歴あの長かった人はこういうの見るとマジで懐かしいと思うんですけど、これさストーリーやっぱある程度進めてそのジェム取ってリセマラするっていうやり方の動画をね以前やったんですけど、まあ、ストーリーが早く終わるようになったため、あのイベントでもジェム取って、あのイベントってそのストーリーありの通常の期間限定イベントだけじゃなくて、あの常設イベントのストーリーも飛ばせるんで効率よくジェムを取れるようになったんですよ。だからストーリーを早く終わらせてでイベントでもジェム取って、でなんかスキルこう何枚か集まるほどジェムがもらえるその実績達成報酬、さっきもらった40ジェムくらいのやつと合わせてもうさらにリセマラが楽になるんじゃないかなって思いました。でこれね今その生存への定石っていうところをやってるんですよ、そのメインクエストに、あのストーリーのあのストーリー進めるとあのメインクエスト達成扱いっていう風になって勝手に報酬がもらえていくんですけど、まあ、経験値だったりアルカナジムとかがもらえるんですよね、ストーリー進めていくだけで勝手に。でまあそれでねジェムもらってあのオーダーを引くんですけど、まあそれだけじゃなくて、まあ、常設イベントのアンコール不思議な2人ってやつのストーリー全て終わらせると序盤ではかなり強い斧が手に入るんですよ。なんていう斧だっけな、なんかねあの斧がもらえるんですよ、とにかくなんか金色だか黄色の、まあ、それがね強いんで序盤ですごく楽だし、でここまで進めるその製造への定石まで進めるとこのスタートダッシュステップアップオーダーかスタートダッシュオーダーどっちかが引けるんですけど、これねちょっと引いちゃいますね。で引いてみるとまあ大したもん出なかったんですけど、まあ一応2枚あの星音が出たんですけど、でこれで1回ねあの一括受け取りをしてみます。であの実績達成報酬とか、まあ、こういうあの武器か防具を強化しようみたいなやつでもジェムがもらえて、でまあ実績達成報酬一括受け取りして、で一応ねデイリーは、まあ、あの1回そのログインしたんで、はい、あのもらえるんですよ、10ジェムくらいで。そしたらちょうどね250ジェムなぜか集まって、まあ、やっぱ実績達成報酬が大きいのかな、これでスタートダッシュオーダーまで引けてしまうんですよ。これすごいですね、もう三段構え、もう生存への定石
そこまでやったらもうどっちも引けちゃうんだなと思って、このやり方だと案外早いんじゃないかなって思いました。だってもう一回リセットするとまた時間かかるじゃないですか。それよりも、まあ、生存へのなんとかっていうクエストまで進めて、まあ、500ジェム取って、まあ、2回引いた方がなんか少しいいのかなって、まあ、スタートダッシュステップアップオーダーはちょっとあの排出率が低いんで、まあ、狙ったやつが引けないかもしんないんですけど、なかなか引きにくいかもしんないけど、まあ、なんか2回引けるんでいいのかなってちょっと思いました。なんか最近運営神対応だなって思ってて、なんだろうね、100層実装されたからどうなんだろう、今まで100層実装まで突っ走ってきた感じあったんですけど、あの100層に到達したからちょっと余裕が生まれたんでしょうかね、精神的な、なんていうんだろう、精神的なっていうか、なんだろうね、あのユーザーの要望を叶える余裕がほんの少し出てきたんでしょうか、ちょっとわかんないんですけど、でも今月もさ新階層出るっていうから、あの階層更新ペースはでも1ヶ月2ヶ月、最後に出たのが56層で11月30日だったんですけど、この動画作ってるのが1月15日なんですよ。もう1月入ってるんで、もう11月30日だから12月入る頃か、だからもう1ヶ月以上は経ってて、でも今月出るっていうから、まあ、2ヶ月以内にはもう出ちゃうって話ですよね。階層更新ペースそんな、あでもどうなんだろう、そんな遅くなってない気はしますけど、なんかやたら要望とか送ったやつ、その叶えてくれてるものが増えてきてる感じがするんですよね。個人的にすごくなんか本当にありがたいというか、なんか SAOVS とかすごいね、いろんな人に酷評されてますけど、本当ね、あのバトルロイヤル機能とか出たら面白くなったらね、いいと思うんですけどね、そういうの出たらね。でもなんか本当こっちすげえ力入れてるけど、やっぱりなんだろうね、結構このゲーム知らない人が多いのか、あの SAOVS 関連の動画になんかこうやってさ、実際に SAO の世界にあの行けるゲームないのかってすげえ言ってる人がいたんですけど、やっぱこのゲーム知られてないんだなーってちょっと思いましたね。でもほんとね、こっちばっかこんな力入れて大丈夫なのかなーみたいなのはすげえ思ったんですけど、まあでもやっぱり知名度的にはそうなんだな、 VS、どうなんだろう、こっち力入れてもそんな大丈夫なんですかね。まあ、ちょっと運営の事情とかよくわかんないんですけど、まあ、動画はね、この辺りで終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。